こんばんは。今回は11月29日リリーススイートホーム欲望のかけらやっていきます。ゲームはね、高知系の RPG みたいですね。やっていきます。なんか昔のアクションゲームっぽいな。あ、高知だから勝手にこうなんだ。ボイスはないみたいですね。なんかね、書いてたら、書いてるの見たら、説明のなんか韓国のウェブの漫画があるらしいんですけど、それが題材みたいなんですね。だからこう、そういう名前なんでしょうね。キャラが出てくるんでしょうね。昔のゲームは結構このタイプのゲームありましたけどね。このまま放置なのか、レベルはいつの間にか12になってます、ね、ああなるほど、画面の一番上の真ん中に今のこう進み具合が出てます。この次がボスみたい。スキルが1個しかないから、これ置いたいな。
あれだな、冷たいな、優しくないですね。まあ、こういうゲームやったことある人は分かんないけど、言いますけど、次は優しくはない。レベル1の割が28なんで、僕はちょっとやりたいね。レベルだ。こっち見てた。こっちだ。なくなってないから。オッケーオッケー。分かったぜ。100万ぐらいあるもんな、コインって。
ら、ちょっとハマってたね。使えなかったですか。ハマってた。いいかな。あ、これか。9とかにすればいいか。OK、100。画面の左上に自分のキャラクターのアイコンの下がレベル、あ、やられそう、強い、やられた。強化で武器じゃないよな、装備がないからな。コスチュームっていうのもあるわ。でどうやったら、あ、75号室に追跡するとか。まだですね。まだよくわからんのですね。で強化して挑むみたいな感じですね。放置だけど完全放置って感じじゃないですね。要所要所で育成があります。でもこのシステムは他のゲームでもある。だから他のゲームでもよく見るシステムで、このちょっとこの漫画やったことないんですけど、見たことないんですけど、を題材にしてるゲームですね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。